はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校社会の語呂合わせ、これは公民の分野ですね、三権分立の覚え方、こちらをやっていきたいと思います。まあ、三権分立っていうのは、この立法権、これは法律を、作る権利ですね、権限で、行政権が、その法律に基づいて実際に、政治を行うと。で、司法権っていうのは、この作られた法律、をもとに、裁判をするというのがそれぞれ、立法権、行政権、司法権になりますよと。で、これはね、一つのね、例えば王様とかね、偉い人にね、この三つの権限を集中させるとね、その権力を使ってね、人々の人権を、犯したりしてね、危ないのでね、これを、それぞれね、別の機関が立法権、行政権、司法権をね、担いましょうというのが三権分立の考えですと。で、じゃあ日本の場合ね、それぞれ、この三つのね、権限が、どこにね、属してるかっていうことで、まず立法権ですね。立法権は、これわかりますかね？これ国会。国会。なので、国会のね、一番大切な仕事っていうのは、法律を作る、いうのが国会の仕事ですよ、と。で、次、行政権、じゃあ実際に政治を行うところはどこかっていうと、それが、内閣ね。内閣と。で、そのね、内閣のトップが内閣総理大臣になりますよ、と。で、3番目ね、司法権。これはね、裁判をするところっていうことなんで、裁判所になりますよ、とね。裁判所と。で、この後、結びつきですね、立法権は国会、行政権は内閣。そして司法権が裁判所とね、この組み合わせを覚えるね、語呂合わせ、こちらになります。律子会、餃子ないから辛抱さ、律子会、餃子ないから辛抱さとね、ちょっとイメージとしては、これね、おじいちゃんね、おじいちゃんがね、自分の娘かなとね、律子会っていうふうにね、電話してるとね、で、餃子食べたいんだけど、餃子がないとね、餃子がないので、辛抱してるよとね、辛抱するよ、我慢するよと、おじいちゃんがね、娘に電話してるという感じですね。で、それぞれね、律がこの立法の律ですね。国会っていうのがこの国会ですね。行座の行がこの行政権の行ですね。内から内科で内閣になりますね。で、辛抱がちょっと、運が余計なんですけど、司法で辛抱、さが裁判所の差という感じになります。はい、今回はね、ちょっと以上になります。他にもね、語呂合わせとか解説動画のね、リクエストありましたら、下のコメント欄に、コメントお願いします。あとね、竹の子塾の、Twitter、Instagram ね、やってますんで、フォローお願いします。概要欄にね、リンク貼っておきます。では、終わります。どうも、ありがとうございました。